金太郎。昔むかし、金太郎という男の子が山でお母さんと暮らしていました。友達はみんな山の動物たちでした。力の強い金太郎は毎日動物たちと相撲をして遊んでいました。ある日、大きなクマがやってきました。みんなが怖がっていた乱暴なクマです。金太郎はクマと相撲を取りました。オッケーよーい、残った残った、頑張れ金太郎。みんなの応援を受けた金太郎はとうとうクマを倒しました。その日からクマは金太郎の部下になり、他の動物とも仲良くなりました。ある日、クマの背中に乗って山道を行くと、谷のところで動物たちが困っていました。どうしたらいいの？どうしよう、橋がないから向こうに渡れない。谷の向こうには栗の木がたくさんありました。動物たちは食べるものがなくて栗が欲しかったんです。金太郎は力だけではなく優しい心も持っていました。僕に任せて。金太郎は近くに立っていた大きな木を倒して谷にかけました。うわー、すごいすごい。これで橋ができたので、みんな向こうに渡ることができました。動物たちは大喜びで金太郎が作った橋を渡りました。やがて大人になった金太郎は都に行って有名な侍になったそうです。おしまい。